ちょっと。これ何ですか？始めました。あれ、これですね、東京市政府市名物のアンドレズハイタッチというコンテンツでして、こうアンドレは来たらとにかく全員とハイタッチする。 Hey Andre, what's up man? Hey, good. 以上になります。まあ、チームが勝ってたっていうのもあって、まあ、どこか、まあ、過信じゃないですけど、まあ、いけるだろうと、まあ、そんな、まあ、現にそのサントリーの前に東京で優勝もしてたと思いますし、まとまりがないと勝てないんだよなっていうふうにはずっと思っていて、去年はチームが一つになってたんで、まあ、多少能力的に低く選手がいたとしても、そこなんかみんなで補うっていうような強さがあったかなと思うんですけど、悪い言い方すると別にシティじゃなくてもいいみたいな選手がやっぱり多いのかなというふうには思ってしまったところはありますね。まあでも個人で点を取るっていうことが多かったかなと、まあ、いずれにせよそういうことになったんじゃないのかなと、遅かれ早かれっていう、まあ、上も選手も割とこう足元をやることに追われてというか、勝つことだけに必死になってとかっていう意味で、このないがしろにしてた部分は結構あったかなっていう。こう翔さんとか峰とか、まあ、翼とか連絡は取ってたんですけど、まあ、とにかくモチベーションがわからなかったんで、まあ、本当にもうやめるつもりで3週間弱、まあ、行かなかったんですけど、雄太が結果を出してましたけど、チームをまだこのカテゴリーでこのチームをもっと強くステップアップさせるには、結果だけ出せばいいっていうのはそれでは良くないかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、それを、まあ、直接だったり言えなかったのは、まあ、チーム全体の責任かなと。それを深さん一人に背負わしたのは本当に申し訳ないなって思いますね。まあ、今振り返ると俊次郎さんが抜けてしまったっていうのは、まあ、チームにとってはすごい痛かったかなというふうに思います。なんかこうちょっと言いづらいことでもこうビシッと言ってくれるところがあったので、いい意味で緊張感をもたらしてくれる方だったなというふうに思います。まあ、翔が結構その雄太にも話をしてくれてたし、チームを何とかしようっていうので動き回って、サントリーに行く前も俺も正直翔にはいや今日は行かない方がいいかなとか、そういうこともうちょっと話をしてたんだけど、彼に今何とか、うん、やってくれっていうことを言われて、まあ何とかやんなきゃなってこう奮い立たせてやったっていうのはあったし、まあリスペクトっていうのをすごく感じたので、なんか俺は深さんと一緒にやりたいと思ってるっていうのはすごい心に残ってるっていうか、うん、まあ、いつまでもこう下向いてる場合じゃないなっていうのは思いましたね。深さんが一番チームのことを考えてるのは紛れもなく事実だし、やっぱそこをこう考えずに行動してしまった僕もすごい悪いところは悪いんで、僕も別に喧嘩したいわけじゃないんで、まあ、いい年してるし、まあ、縄手とかにいろいろ教えてる身なのに、まあ、そういうことしちゃったっていうのもあるから、まあ、自分の中でかなり反省して、次の機会の時に謝りに行きますって言った次の機会がたまたま試合で、やるならちゃんとやろうっていうことで戻ったんですけど、お茶まず最初にというかちょっと話しとか最初に持ってきた。本当に皆さんに迷惑をかけて申し訳なく思ってます。この
間ぐらい、まあ、ミネラルというか翼とか早田とか山から連絡来てたら、まあ、なかなかこううまく返せず、そういうところも気にかけてくれてるっていうふうに、シュートさんも俺もすげえ俺はこの間、まあ、大人とサッカーやってきたから今一回やってて、あとはずっと部活でこう見てたんですけど、まあ、子供たちに一番伝えなきゃいけないところを自分がやってしまったっていうところで、まあ、子供たちにも、まあ、言う資格がないっていうのも含めて、やっぱりこう改めて自分を見なきゃいけないなって、まあ、思ってたんですけど、もう一回ここでやるチャンスを、まあ、いただいて、こっちでしっかり今までの行動だったりとか見直して、子供たちの部活見るところでも確認できればいいかな。拍手したのか。ではもう第一だったり、そしてあったり、つけが受けることも決まって、まあ、ある意味リスタートのつもりで、まあ、ある意味フレッシュな気持ちで臨んだ一戦ではありました。やるしかないでしょみたいな感じで、ある意味みんな気持ちが吹っ切れたんで、スイッチになったかわかんないですけど、やっぱりなんか溜まったものがあって、それをしっかり吐き出せたのは昇降挑戦だったのかなと思います。聞いてくる相手に対して、まあ、ユータのドリブルとかっていうのは、まあ、すげえ武器になると思いますし、一緒に試合する身としてはなんか楽しさが戻ってきたなっていうのが。お疲れ様でした。ほぼパーフェクトのゲームです。素晴らしかった、ね、素晴らしい。まあ、優勝に値する、チームの試合だったと思うし、まあ、あと3試合、自分たち信じて、絶対優勝できる力はあるから OK、 みんなで戦っていきましょう。よし、はい、よーガタイ。指名度忘れてるよ。初ゴールですね。阿部ちゃん、あのゴール取れない記録持ってるからね、 J リーグで。そう、シティでもそれ狙いに行くのかと思ったけど、ちょっと早かった。ちょっとね、うん、まあでもいいゴールだったんじゃないですか。
なんかあんま納得いってなかったじゃん。首腰打つか怒っちゃったからさ、なんか後味悪かった。僕さ、早く出せ早く出せ、マジキレスったら。あ、切れた後に打って。そうそう、いいボール来ちゃった、どうしよう、まあ打つかと思ってダーンって打ったら入ってしまったっていう。テンションの切り替えがね、難しい感じだった感じ、ね、谷あれば山あるからねということですね。いや、本当よかったです。グッドゲーム、いい試合でした。